2020年のオリンピック開催地を決定する IOC の総会が開かれるアルゼンチンに東京都の猪瀬知事が到着し意気込みを語りました7日にブエノスアイレスで開かれる IOC 総会を前に猪瀬知事は長旅の疲れから予定していたジョギングを取りやめリハーサル会場で最終プレゼンテーションの練習に臨みました